ある食材と一緒に料理すると苦味を抑えられるということが分かりました。チンジャオロースなど炒め物や肉詰め、おひたしでも楽しめるピーマン。そんなピーマンといえば、やっぱ苦味とか普通に味が美味しくないなって思うので好きじゃないです。嫌いな人多いですね、子供なんかも。周りでね、結構ピーマン嫌いな大人もいますね、何人か。独特の苦味が好きじゃないという人も多いですが、ピーマンの苦味を抑えるという画期的な研究結果が発表されました。苦味を抑える仕組みを解明したのは、ピーマンの苦味について10年研究してきた大手食品メーカーキューピーの美味しさ研究チーム。ピーマンの苦味を感じる仕組みを初めて突き止めました。ある食材と料理するとピーマンの苦味が抑えられることが分かりました。そこで料理好きの佐々木海アナウンサーが検証。苦くない。その食材とは何だと思いますか？豚肉。なんとなくホイコーローとか好きだから。ナスとピーマンの炒めとか味噌炒めになってたりすると、個人的にはあまり気にならないかな。卵。なんだろう。お砂糖。豚肉、ナス、卵、砂糖。ピーマンと一緒に料理すると苦味が抑えられる食材とは一体何でしょう？パスタにも、炒め物にも、おひたしにも、さまざまな料理で活躍するピーマンですが、苦くて食べられないという人も。今回ピーマンと一緒に料理することで苦味が抑えられる食材が発見されました。突き止めたのはピーマンの苦味を10年研究してきた大手食品メーカーキューピーの美味しさ研究チーム。一番は子供に野菜をたくさん食べてほしい。今回分かったというピーマンの苦味を抑える食材とは。ピーマンの苦味を抑制するのは卵黄なんです。卵の黄身がピーマンの苦味を抑えるのだといいます。卵黄のタンパク質が苦味受容体に吸着するものを防ぐ。人の舌には受容体と呼ばれる味を感じる部分がありますが、卵の黄身をピーマンと合わせると苦味を感じにくくなることが分かったんです。卵、はい、それ初めて聞きましたけど、それを知らなかった。卵、卵のタンパク質、試してみようと思います。本当に苦味が抑えられるのか、料理好きの佐々木海アナウンサーが検証。まあね、これででもピーマンがちょっと苦手というお子さんも食べられるようになるといいですよね。果たしてお味は。完成です。苦くない。あれ、ピーマンの苦味はすっかり消えてます。卵ともよく合いますね。はい、今回の研究ですが、もともとマヨネーズがピーマンの苦味を抑えることが分かっていて、調べたところマヨネーズに使われている卵の黄身だと分かったということです。